ネレウスはアメリカ海軍の旧誕艦、プロテウス旧旧誕艦の2番艦。艦名はギリシア神話の渡すみネ、レウスにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ネレウスは1911年12月4日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港し、1913年4月26日に浸水。 1913年9月10日に収益した。1919年9月12日に海軍海外輸送サービスから外れ、その後は1922年6月30日にノーフォークで退役するまで大西洋艦隊で任務に従事した。退役後は1940年12月5日に除籍されるまでノーフォークで保管され、1941年2月27日に アルミニウムカンパニー呼ぶカナダに売却。ネレウスはモントリオールを拠点とし、カリブ海からボーキサイトをアメリカ、カナダのアルミ製錬所に運搬した。ネレウスは鉱石を積んでバージン諸島のセントトーマス島を出港したが、1941年12月10日以降に行方不明となった。同航路では姉妹艦のサイクロプスもその消息を絶っていた。 ネレウスは再び軍部に着く予定であった。ネレウスはドイツの U ボートによって撃沈されたと推定された。しかしながら本船の撃沈に言及した U ボートの記録はない。ネレウスの残骸は発見されなかった。ありがとうございます。